ボクシングの WBA 世界スーパーフライ級王者、井岡和と、市政、が7日、東京、両国国技館で IBF 王者フェルナンド・マルティネス、アルゼンチン、との王座統一戦12回戦で0対3の判定負け、112から116、111から117、108から120。試合前時点で世界戦通算勝利数は、 世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、と並ぶ日本人最多の22勝。単独トップに加え、現役世界最多タイの快挙もかかっていたが、まさかの陥落。戦績は35歳の井岡が31勝、16KO。3敗1分け、32歳のマルティネスが17勝、9KO。 井岡は開始からエンジン全開で強打を振り回すマルティネスに手を焼き、主勢に回る展開。それでも冷静にガードを固め、左ボディの連打で押し返した。4回以降はペースダウンした相手に圧力をかけ、左ボディを軸に攻撃。しかし、高戦的な相手を止めきれなかった。被弾し続け。 最終12回は互いに力を振り絞りながら激闘。判定は0対3でマルティネスの名前がコールされ、会場には、えっ、と叫ぶ人もおり、静まり返って唖然とした空気になった。清華は2019年6月に日本男子初の世界4階級制覇を達成。イニマム級でも2団体を統一しており、 今回は井上に続く日本人二人目の二階級に団体統一がかかっていた。世界戦は26度目。勝てば世界戦通算勝利数で井上を上回り、元世界ミドル級3団体統一王者ゲンナジーゴロフキン、カザフスタンに並ぶ現役世界最多の通算23勝目だったが、すべて夢と消えた。 スーパーフライ級には WBC 王者ジェシー・ロドリゲス、米国、定権、WBO 王者、田中厚生、畑中、WBA 暫定王者デビッド・ヒメネス、コスタリカ、WBC 暫定王者ペドロ・ゲバラ、メキシコ、が存在。オカがマルティネスと統一戦を行うため WBA が暫定王座を設定したこともあり、 イオカは次にヒメネスと戦うのが基本戦だが、標的に挙げるロドリゲスとの三団体統一戦の実現も期待されていた。マルティネスは22年2月、9度防衛を誇った IBF 王者ジェルウィン・アンカハス、フィリピン、カラオーザ・ダッシュ。手数の多さと強打を合わせ持ち、同年10月の再戦で初防衛に成功した。16戦全勝を誇り、 昨年6月以来の試合で3度目の防衛がかかっていた。